はい、今回は、空前絶後、超絶怒涛の経済都市、解放の、繁栄の一端を示し、壮大の技術革新とも関係する、楽しい楽しいお食事会、やるぜ。わーい、ご飯だご飯だ。庶民文化が起こり、三大発明をはじめとする、実用的な技術が発展した時代、そう。今回は北宋から南宋まで、宋代全般の飲食文化について語っていくぜ。宋代は料理史的には、どのような特徴のある時代だったのか、また、宋の人々はどんな料理に舌鼓を打っていたのか、といったことを話していこう。経済発展の時代、料理もどんな風に発展したんだろう？うおう？楽しみ楽しみ腹減った。この動画は歴史の真実とロマンを追い求める、ビクトリノックス人間の提供でお送りします。さて宋代は、北宋の都開放や南宋の都臨安、甲州を中心とした豊かな飲食文化が発達した時代であり、中でも特に、この時の飲食文化の特徴として挙げられるのは、次のような点だという、1、調味料として、豆や穀物を発酵させて作る、ジャンが登場した。ジャン、有名なところでは、四川料理に欠かせない豆板醤よ。ああ、豆板醤、甜麺醤、コチュジャン、XO 醤とかの醤ね。そう、次に、現在の調理用語でも使われる用語の多くが、この宋代に登場することだ。ほうほう、宋代の飲食文化の用語が今に繋がっているのね。3、同じ小麦から作られる麺類が菌類から独立したこと。つまり、うどんの仲間とクレープ、肉まん、餃子の仲間が分離したのだ。はい？麺類が独立したジャンルになったのはこの頃だったんだ。4、麺類の独立に伴い、その麺の食べ方が変わったこと。ほーん。そして5、油を使った加熱法の改良、工夫があったことだ。おお、中華料理といえば、のひと油ね。そう、中華の二大加熱法である、そう、炒めることと、さ、揚げることがこの時代に揃い、これ以降、多彩な中華のメニューが登場してくることとなった。また、油使用の増加は石炭の普及や植物性油脂の生産拡大とも対応しているとされるのだぜ。料理を取り巻く品々もどんどこ生産されていったのね。そう、こうして強力な火力で大量の油とともに、素早く火を通す調理法が可能になったのだぜ。まさに調理法の革命、中華料理の誕生ね。ただまあ、現代の中華料理では大抵メインディッシュとなる、炒め料理は、まだこの頃、北宋の時代はそこまでの、地位にはなかったようなのだぜ。火力も油もあるのに、なんでよ。宋代、特に北宋の頃は、まだそのような調理法が、用いられるようになったばかりで、まだまだ発展段階に、あったからだとされている。なるほど。一説には、炒め物はすでに陸長時代に発明されていた、ともされるが、唐代以前の文献には、炒め、のつく料理名が、見つかっておらず、はっきりとした証拠がない。これに対して、最も古い炒め料理の記録は北宋の時代の、文献に見えるので、炒め料理は北宋か、それより少し前、唐の後期や五代のあたりにはあったと考えられている。ほーん、やっぱ記録の有無が大事なのねー。また、在りの北宋の都、解放の繁栄っぷりを記した書物、統計無価録には、当時の炒め料理について、灰の炒め物、アサリの炒め物、カニの炒め物、の、3種類しか書かれておらず、肉類や魚、エビを使うような、現代においては一般的な炒め料理は、当時はあまり、広く知られたものではなかったことが伺えるのだぜ。意外だわねー。しかし宋朝が金朝との戦いに敗れ、南方に都を移し、南宋と呼ばれる王朝になってからは、炒め料理は次第に、多くなっていった。南宋時代の後期の書物とされる玉食碑には、皇帝に献上される料理が記録され、その中には鶏肉炒めや、たうなぎ炒めなど、それまでの文献にはなかった炒め料理が、出てくるようになったのだ。炒め料理の繁栄は南宋からだったのね。そう、またこの炒め物の発展は、王朝の中心が南に、移ったこととも関係しているとされ、もともと炒め物自体が、南砂、つまり南方の炒め、と呼ばれるように、南方で、盛んな料理だったようなのだぜ。
これはこの地方の食材が、主に魚介類などの短時間で加熱することが望ましいものだったからだとされ、炒め料理自体も南方の沿海地域で発明されたのだとする見方もある。そういえば、統計無価6にあった炒め物も、アサリやカニといった魚介類だったわね。そう、南宋の頃とされる玉食費でも、半数以上の炒め物が魚介類なのだぜ。なるほどねー。当時は炒めるって調理法はまだまだ、発展途上でメジャーなものではなかったのねー。いや、確かに発展途上ではあったが、炒めるという調理法は、かなり用いられていたようではあったのだぜ。今、宋の時代、特に北宋の時の炒め料理の、種類の少なさについて話してきたじゃない。それがだな、宋代は食材を炒めて、はい出来上がり、といった料理はそれほど多くはなかったが、調理の途中で、炒める工程を含む料理もあって、野菜を湯がき、それからさっと炒め、最後に煮込んで厚物、スープにする、といった厚物の作り方や、ワンタンの具を作る際に、タケノコとわらびを湯がき、それを油で炒めて調味料と合わせる、といったものもあったのだぜ。これらはスープとワンタンなので、炒め料理ではないが、途中で炒めるという工程が入っている。へえ、いいじゃない？炒めを活用してるじゃない？まあ、炒めの長所って、食材を高温の油で瞬間的に加熱し、旨味を閉じ込めることだから、茹でた食材を炒めても、油の風味付けにはなるじゃない？まだまだ新しい調理法の、試行錯誤の段階なんだから、活かしきれなくてもしゃあないでしょ。といった料理もあれば、当時の満山香なる料理は、水を一切使わずに野菜を油で炒め、汁が出てきたところで、調味料を合わせて蓋をして蒸す、といった料理もあり、厚物でも、タケノコやクコの芽、キノコといった具材を先に炒め、それから煮込んで厚物にする、といった炒めることの長所を、活かした料理もあったのだぜ。ええやん、美味しそうやん。そう、これらのように炒めることの長所を活かす料理も、登場したわけだが、やはり炒め料理といえば肉や魚を、メインにした料理が食べたくないかい。食べたい。そのような、例えば、四川風の鶏肉炒め、なんて料理が、文献から見えるようになるのは南宋を滅ぼした、元の時代からのことだったのだぜ。はい？元料理美味しそう、といった具合に、中国の飲食文化史から見ると、宋代の飲食文化は唐代の延長に過ぎず、南宋の時代に、多少の変化が見られたものの、モンゴルによって建国された、元の時代こそ、中国の飲食文化史における大きな、転換期であるとする意見もあるのだ。油と火力は宋代からなのに、ただ、転換期は現代ではなく、やはり北宋までは唐代の、継承期ではあるが、宗室が江南へと移り、北方の食文化と、南方の食文化が融合することとなった南宋の時代こそ、飲食文化史における大きな転換点だったとみなす見解もあるのだ。そうそう、やっぱ宋の時代こそ中国飲食文化の転換期よね。諸説あるので好きにしてくれ。さて、話を宋代の飲食文化に戻そう。この時代の特徴はまだあり、その第一が、手指、刺し、食店といった外食産業の発達だった。これらは、すでに唐代後半期に次第に発展を遂げてきたが、宋代に入ると夜間営業も活発になり、飲食店舗の形態も、多様化し、全国的な広がりを見せるようになった。はい？飲食店の多様化に夜間営業の活発化か？そう、南宋の高米が集めた社会の風浪集、司会小説集、意見誌を、分析した研究によると、種子や刺しは都である開放や臨安、公衆だけでなく高祖、浙江、湖北、湖南、安徽、福建、四川、河北などなど、各地に分布しており、種子は利用目的の多くが人的交流や、飲酒、休憩だったようであり、官員や知識人を中心に、一般庶民に至るまで幅広い階層に利用されていたとされた。また刺しの方は、茶を飲むことや休憩することが主目的で、管理や庶民だけでなく、僧侶や同志といった宗教関係者も多く利用していたという。ほう、階層関係なく、いろんな人が種子や刺しを利用していたのねー。また、飲食文化の特徴の第二、酒文化の発展も見逃せないところなのだぜ。このあたりは東大説や現代説など諸説あるのだが、
従来の醸造酒に加え、蒸留酒が作られ始めたのが、南宋の時だったという説が有力であり、それに加えて、酒造技術が向上し、宋代は唐代以上に銘酒が、豊富に作られていたとされるのだぜ。飯だけじゃなくて酒もレベルアップしたのね。さらに第三の特徴は、茶文化の発展だ。唐代後半期に流行し始めた喫茶の風潮は、宋代に入って、一段と発達したのだ。茶が庶民の生活必需品の一つとなるとともに、現在の茶道でも用いられる茶筅が登場したり、龍檀宝幣といった帝室専用の高級茶が栽培されたりするなど、宋代の茶文化は帝室から庶民まで、大いに発達したのだった。刺しも酒しもできてたもんねー。また第四の特徴は、多くの麺料理が登場したことだ。明らかに現代日本の麺類を出すのはやめて。残念。だが宋代は、ほにゃらら麺や、麺状という呼称が現れ、様々な、麺料理店が開放や臨安を中心に見られるようになったのだ。このような麺食の有効は、庶民の箸の使用の有効にも、つながり、それまでのさじから、多くの人が箸を、用いるようになったのだという。麺ってすげえ。そして第五には椅子と卓の普及が挙げられる。これは上卓炭の生命上画図からも伺うことができ、また、椅子と卓の普及に伴って、個人個人が別々の器で、食事する形式である分散から、現在の中国で見られる、複数の人間が同じ器から取り分けて食事する形式、共産へと、大きく変わることとなったのだぜ。会食のスタイルも今風のものに変わったのねー。と、ここまで宋代の飲食文化の特色を挙げてきたが、これら主要なものだけを見ても、宋代が中国飲食文化史で、重要な時代だったことがお分かりいただけただろう。北宋の頃に炒め物が思ったより発展してなくても、店、酒、茶、麺、箸、椅子にテーブル、と、飲食文化に、多岐にわたる発展があったのね。その通りだ。だが、宋代の飲食文化の研究については、大きな問題点があり、それが資料の欠乏と偏りだった。これだけ宋代の飲食文化のことがわかってるのに、確かに北宋の都開放や南宋の都臨安といった大都市の、都市民に関する資料が多い一方で、地方に関する資料や、中、下層の人々についての記録が非常に乏しいのだぜ。先ほど登場した意見史は、宋代の庶民生活を伺う上で、非常に貴重な資料ではあるのだが、南宋の時代の、江南地方に関する記述が大部分を占めるため、北宋の時代や華北の状況にまで、適用することが、難しいのだぜ。このような傾向は他の資料、統計無可録、なども、同様で、宮中の料理を取り上げた記事や北宋の都開放や、南宋の都臨安の食文化の様相を記した記録ではあるが、他の諸都市や農村などに住む、中、下層階層の人々に、一般化して考えられる内容ではないのだ。そう聞くと、確かにかなりの偏りがあるわねー。都をはじめとする大都市が経済的に大いに繁栄し、庶民文化が花開いた宋代だったが、まだまだ地方や、農民たちの暮らし、特に飲食文化に関してはなかなか、わからないことも多いのだぜ。ああ、これは終わり方ね。出てこい。しかからん。この問題を解決していくには、限られているとはいえ、各資料の持つ性格を把握検討し、それぞれ個別の、事象を取り上げ、研究を積み上げていく、といった地道な研究によって、少しずつ、明らかになっていくことだろう。地下、からの、まあ、地下からも何かしら出てくるんじゃないかな。地下ー。といったところで今回の限定動画はここまで、今回もご視聴いただき、誠にありがとうございました。ほいではね、また次回の中国史の時間にお会いしましょう。サラダバー。終わり。